シリアさん、私たちお願いがあってきたの。私あなたにこのラーの果実を食べてもらいたくて。この実には泉の呪いを解く力があるの。味はちょっとだけ美味しくないかもしれないけど。やめてください、ティリア。そんな変なもの食べたくありません。お二人とも、もうティリアには構わないでください。ティリアはただのか弱い女の子なんです。どうも気になって見ていたが、やっぱりお前みたいなぶりっ子女がバレリアなわけはねえんだよ。それを証明するためにもこれを食え。さあ、うん。ティリアちゃん、やっぱここにいたべか。無事でよかった。さっき突然村が荒くれ者どもに襲われて大変なことに。ティリアちゃんも早く逃げ。だってよ、虫キャラのくせに逃げてんじゃねえよ。くっそってばっかくさせやがってよ。お前はギャノン兄弟の弟？お、ベルトロじゃねえか。探してたんだぜ。どうせナンバー2の俺を殺してバルディスタの魔王になろうとでもしてんだろ。お前ら兄弟の考えそうなこって。バカが、俺だって無理なのに、お前らみてえなゲス野郎どもに国をまとめられるわけねえだろう。それを決めるのはてめえじゃねえんだよ。てめえをぶっ殺してお兄とバルディスタらてんべんまで登り詰めてやるぞ。ティリアさん、ここは私たちが何とかするから、あなたは村へ。私はベルトロさんを助けるから、その魔物の相手をお願い。
全員ぶっ殺した。俺の敵を取ってくれ。あにうるせえゲスが、さっさと消え失せろ。早くトポルの村へ急ぎましょう。弟が死んだ。俺には分かる、分かるんだ。ギャロンの兄貴、何言ってんすか。さっさと村人でも拷問してベルトロの野郎の居場所を吐かせ。お前ごときに何が分かる。てめえが俺の弟の子分を殺したんだな。違う黙れ。てめえのそのドタマをかち割って畑の肥やしにしてやるぜ。私のおばあちゃまに、村の人に、よくも。貴様は万死に値する。おいミコ、その果実をよこせ。もう二度と私の目の前で大事なものの命を奪わせたりはしない。てめえは魔王バレリア、くたばったはずじゃ。私はあの時、ゼクレスの化け物の閃光でこの近くまで吹き飛ばされたのだ。どうにか生き延びた私は、あの呪いの泉にたどり着き、水を飲んだ。そして私は泉の呪いで
もっともなりたくないと思っていたか弱き子供の頃の姿に戻ってしまったのだ。か弱き子供の頃ね。戦いに敗れた上、あのような無様な姿となってしまっては、私に魔王たる資格などない。だから私は、残された人生をこの村でただの無力な娘として生きていこうと決めたのだ。だが、どうやらこの魔界はまだ私の力を必要としているようだ。皆の者、世話になったな。村の復興にはバルディスタが力を貸すと約束しよう。さらばだ。ジュリオお姉ちゃん見て、お姉ちゃんに教えてもらった月すみれのランプ、みんなちゃんとできたんだよ。これお姉ちゃんの分。ティリアや、いろいろとありがとうね。またいつでも遊びにいらっしゃい。俺はあのガキを見たとき、鼻からバレリアなんじゃないかって睨んでたんだ。だがヤイルの剣やらゼクレスとの戦いやらいろいろあったせいか、あの通りすっかりふぬけてただろ。そこで一計を案じ、俺を追っかけてきていたギャノン兄弟をまんまとおびき寄せて、嫌でも立ち直らざるを得なくしたのさ。バレリアも元に戻ったし、厄介なギャノン兄弟も始末できたし、完璧な作戦だっただろ。ずいぶん楽しそうだな。このバカ騒ぎに私も参加していいか？そういえば、貴様の強さもこのまま放っておくには惜しいな。どうだ、我が陣営に加わらぬか？ほう、その言葉、後悔するなよ。やれやれ、これでバルディスタもひとまず安泰だな。すっかり世話になっちまったな。
こりゃ俺からの礼だ。ありがたく受け取っておけよ。あの猪突猛進なお嬢様は魔王として力も資質も申し分ねえ。だが純粋すぎるのか弱いところもあってね。あっ、だから俺みたいな小ずるいおじさんが支えてやらなきゃならないのさ。そんじゃな、俺に会いたくなったらバルディスタ城の玉座のままでいつでも足を運んでくれよ、相棒。